はい、こんにちは。動きのコツ研究所代表の生野達也です。今回は動きのコツリハビリセミナーの開催にあたり、今回はですね、実際のリハビリの場面の動画を大公開したいと思います。今までの他の動画とかをご覧になっていただいても、そういった感じるとか動くとかっていうの関係があるんだよっていうのを見てもですね、実際どういう場面なんだろうっていうのを皆さん疑問に思うと思うんですね。なので今回は実際にですね、麻痺のお持ちの方が、今回歩く方、特に支える方ですね、支える場面、立脚層において膝がこう支えようとするとガクンと曲がったりとか、足の指がギュッと曲がってしまうような症状を持っておられる方がいらっしゃいました。そういった方に対して可動域訓練ですとか筋力増強訓練、あとファシリテーションテクニック、そういったこう都市的な側通過ぎというのは一切使わずにですね、コツを見つける、気をつけるという、ただそれだけでそういった症状、膝がガクンとならずにコツを意識して支えてたら膝もガクンとならないし、足の指がギュッと曲がってないよというような変化を生み出したところまでの実際の流れの動画を紹介したいと思います。今回評価から実際の途中訓練最後の変化までですね、紹介しております。その中で私が細かく解説をしておりますので、ぜひともご覧ください。それではどうぞ。まあ、何でもいいですよ。あれば膝がちょっとガクッと上がるようなやつですか、みたいな言うと、かかと以外でも、はい、つま先でもこう力が入っちゃうし、ああ、グッドですか、うん、やってみてはどうですか。全然違いますね。違いますね。でそうすると触診上も、さっきみたいに骨盤も回線も減ってるのと、と指先ってさっきみたいに頑張ってる感じってあります？あんまりないですね。最初は、ね、大事なのは、まあ、どう感じるかっていうのが大事ではありますけれども、まあ、まずはこう運動の評価ですかね。おそらくこの、膝がちょっと抜け気味になってしまうっていうところが一つかなと。まあ、今気づかれて伸ばしてくれてますけれども、ね、ちょっと努力性かなっていうのと、骨盤がちょっと右回線かなと、まあ、抜けるので回線になるというところもあるでしょうね。で、この時ももう触りながら、ひょっとしたらこれが感じれてないんだろうなっていうのはもう考えながら見ていくといいと思いますね。これも先ほどの自分だったらっていうのをやってみながら、あ、はい、ちょっと、見てみるといいんですけれども、まあ、とりあえずまあ聞いてみますね。まあ、こう乗せていかれると、はい、こうなんかこう不安定さとかなんかあります？頼りないとかございます？やっぱり麻痺側で、はいはい、に体重がこうあってかかるとそれだけでちょっと不安になっちゃう、うん、不安になります、ね、どう不安ですか？なんか前後左右に不安定な感じ。ああそうですか。それ前後左右はなんか特にここが嫌だなとかここぐらつくなとかあります？なんか腰が流れるとか膝抜けるとか。まあ、何でもいいですよ。あれば膝がちょっとガクッと曲がるやつですか。まあ、こういうのもね、やっぱり臨床的に言えば最初にどう怖いとかいうのは聞いておくと、まあ、その前後を比較して学習してもらいたいのでいいと思いますね。確かに今言えるとこういうのもこう漠然と聞いて気づける方と、あえて例を腰グラグラとか膝グラグラとかどうですかってちょっと限局して注意向けると気づくっていう方もいらっしゃるので、今聞くとある程度ヒントを与えると気づける方ですね。まあ、膝が抜けるということに関しては。で今ですね、これがどうやったら良くなるかというのを見ていきたいんですけれども、乗せた時にこう左足はなんかこうどこで体重かかってるとか、どこで踏ん張ってるとかありますか？かかとか、前感じはあります、ね。はいはいですね。もう一回かかとから。今かかとから、さっき膝抜けは、なんかこう移り変わってますね。膝は、多分いろいろ気をつけてくれてらっしゃる、気をつけてくれてるんだろうなというのは分かるんですけれども、今こうかかとからどういくっていう感じですか？かかとから、そ
スとか音で使う。はいはいはい。なるほど。例えば、Facebook でもその乗せ方いいよっておっしゃってましたね。はい。Facebook にもつながってる。かかとから外に乗せてっていう感じですかね。で、っていうのを見ると、そのように感じれてるように聞こえるんですね。でも今見ると膝が緩む時と伸びる時があるんです。ご自身で何かあります？こうなんか膝がぐらつく時とそうでない時と。なるべくこうピンとならないようにこうしようとは意識的には思ってるんですけど、はい、なかなかうまくいかない時。ああなるほど、ね、あなんかこうご自身では伸ばしたいんですか？あ、ピンとならない。曲げたい。曲げたいですね。でも曲げたらちょっとなんかグラグラしちゃうっていうのがどうしたらいいんだろうっていう感じですよね。そうです。はい、ですね。っていうふうに見たときに、言葉だけ見ると、かかとから外側部に乗ってるから良さそうに見えるんですよ。でも触診上は膝がちょっと抜けそうな感じがあるんですよね。っていうときはおそらく、今見てると多分思ったよりかかと感じれてないと思います。なぜかっていうと、我々こう自分でやってみるとこうはならないじゃないですか。こうで反対にこう普通にこれ今から検索やりますけど、普通にやると我々は寝麻痺がない体だと膝で抜けそうになってならないわけですよ。であえてそれを抜けるようにやってみるとやっぱりかかとからかかとに乗らずに前に流れていった時に抜けそうになるじゃないですか。あ、分かりますこれ。なのでおそらくかかとに今からやるんですけど、あのかかとに乗ってるけれども思ったより乗れてないままに外に行くので抜けちゃうんですね多分。っていうの言葉プラス自分でやってみての判断があると多分そうだなっていう前提で計測を見ていくといろいろいいかなと。で、あ、ちょっと右前出しますね。でこれも、まあ、今言った後なのであれですけれど、ちょっとじゃあ右に乗りましょうか。で、これ右の場合はなんか左との違いって何かあります？緩く膝は緩んでるんですけど、はいはいはい、それでも安定感ですよね。この膝の方がいいですね。まあ、さっきの左の乗せ方と右の乗せ方って何か違いってあります？そのね、はい、で今のもあえてざっくり聞いてどれだけ気づけるかっていうのも一つの評価だと思うんですね。でさっき右左ではかかとから外っていう話があったじゃないですか、はい、そのあたりって右ってこうそんなに外には行かない。あ、そんなに外に行かないですか、はい、割と真ん中っていう感じですか。で今のも言葉だけだと左右差ないっていうとそこでつまずくんですね。臨床的にどうしようってなるじゃないですか。でもここで最初の評価の時にひょっとしたらこちらの仮説としてかかとに乗り切れてないから外に流れてるんだろうっていうところがあるともうちょっとここから細かく聞けます。で、まあ、あと一つここで、まあ、もう一つ聞きたいのはさっきか、まあ、外側じゃそんなに外に行かないじゃないですか。割と真ん中っていう感じですか。あと真ん中っていう乗り方をこっちでしてもいいんですけれども、一つそのさっきのかかとの乗り方とかですね、こう右のこのかかと、あ、いいですよ、普通にこうまっすぐシュート乗っていきましょう。右のかかとの乗り方と左のかかとの乗り方って何か違いってありますか？違います。このかかと、男のかかと、ちなみに どんなかかと？右のかかとに乗せた時はめちゃくちゃ安定感が、はいはいはい、接地感がありますよね。はい、ですよね。ちょっとじゃ反対というか、反対は同じかかとでもそうなるとなんか印象って接地感とか安定感っていうのって違われますよ。そうですね、はい、かかと以外の部分でも頑張っちゃう。あ、以外というと、かかと以外でも、はい、つま先でもこう力入っちゃうし、ああ、グッドですか、はい、うん。でそういう意味で今みたいに比べると、こっちはさっきは なんとなくかかとっておっしゃられてたんですが、比べて初めて右の方がより、接地感があってしっかりしてるかかとなんですね。でやっぱり触診で見るとこの乗せ始めのも明らかに違います。乗せ始めから左は
ドシンとならずに流れていく全快速。でも反対はちょっと反対やりましょうか。反対はこの乗せ始めからもうグッと地面に刺さるような感じがあります。かかとがでこの乗せ始め全然、ね、このここからもう違いますでしょ。でこういうところの触診の違いからやっぱりどんどん細かく掘り下げていくとやっと気づいてくれます。なのでこちらの場合はそういった意味で指先とか頑張らずに、かかとまずはかかとだけグッとこう、はい、乗ってる、はい、広く、より設置してる、はい、感じどっしりあるじゃないですか、はい、でちょっと試しに、左もちょっとこういう感じで指先とかまあまああえて気にせずにまずはちょっとだけ乗せるだけでいいですからかかとが広くどっしり頑張らずにできるかどうかってちょっと試していただいてもいいですか、はい、これもゆっくりでいいですよ。で実際皆さんけんでするときにはまあ一つ交換手とか返却立位とかこう乗せてあげるぐらいまでやらないと違いが出ないかもしれないです。今ちなみに今まあ言われてみたらですけどね、かかとの印象ってさっきとの違いってあります？少し違います、うん、どう違われますか？あれ少し安定しました。ちょっと少し安定しましたね。でそうするとさっきより触診上もこうグッと流れずに乗れてますね。で手の緊張も緩んできます。今これぐらいでかかと乗っておられると指先ってさっきみたいに頑張ってる感じってあります？ないですね。こういうね、要は今まではかかとが緩いけれども安定性を見たいので努力性にトーンを上げて、まあ、クロートが出てたんだと思うんですけど、今こうやってかかとこれだけどっしりしたのを確認してから全体に、あ、さっき外側じゃなくて全体っていう右足、ごめんなさいあったじゃないですか。かかとのまずしっかり乗せてから全体の順でそーっと乗せていただくことできますか？はい、戻りましょう。かかとまずここでどっしりさせてゆっくり全体だよ。やってみてはどうですか？全然違いますね。違いますね。で、そうすると触診上も、さっきみたいに骨盤も回線も減ってるのと膝もグラグラっていう感じが、今膝とかは、はい、実際のリハビリ場面についてはいかがでしたでしょうか。今回はですね、あくまでも評価というかですね、評価から訓練の流れだったんですけれども、実際はあれごく一部なんですね。今回立位場面だけ解説お見せしたわけですけれども、その後にはより良い支え方のコツを見つけるために一度座位になったりとか座位のコツ、立ち上がりのコツというのを段階的に進めていくことで最後改めて立位での支えるコツをやったところまたさらに大きな変化が得られました。なので今回はですね、ここを支えるコツという場面を紹介したんですけれども、よく使うのは座位、起立、あと上肢だったら肩甲骨というような基礎コースでお伝えしている内容が非常に効果が出ます。なのでぜひですね、セラピストの方々、こういったコツのリハビリを見つけたいと、実際身につけたいという方はですね、ぜひ基礎コースですね、座位のコツ、立ち上がりのコツ、上肢のこの肩甲体というか挙上のコツというメニューからぜひ受講いただけると思います。またではセミナー会場でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼いたします。